皆さんはじめまして。いえ、実は3年前にも一度出させていただきました、奈良県のプレイズレポーターの奈良福音教会牧師宮谷雅子と申します。本日は認定保育園スマイル保育園の園長としてレポートさせていただきます。私は日本福音教会奈良福音教会の牧師ですが、もう一つ月曜日から土曜日の午後3時までは保育園の園長を神様から任じられています。今から4年前の2011年5月に奈良福音教会の牧師であります宮谷泉が社会福祉法人奈良万葉会の理事長になり、認可保育所スマイル保育園を開園いたしました。90名定員のところ、現在は100名の0歳から6歳までの子どもたちをお預かりしております。4年間の毎日の保育の現実の中で、困り感を抱えている子、しんどさを持っている子と大勢出会い、手探り状態で保育をしてまいりました。当園に与えられた園医が小児科の先生でありながら児童精神科医もしておられましたので、適切なアドバイスをいただきつつ、通常の保育の中で加配保育士といいまして、特別に支援を必要とする子どもたちを担当してくれる保育士をつけてしのいでまいりました。しかし支援を必要とする子どもたちが数名ではなく十数名を数えることとなり、何らかの対策を求められる事態となりました。その子どもたちの多くが感覚統合という領域、初めて聞かれた方も多いかと思いますが、例えば怒りっぽいとか、大きな声で激しく話すとか、こだわりが強いとか、言葉が遅い、友達とのやり取りがうまくできない、先生の指示が入りにくい、じっとしていることができなくて動き回る、手先が不器用で自信がないなどの困難を覚えていることが分かり、特別に取り組んでまいりました。具体的にはアスペルガー症候群や広汎性発達障害、ADHD 注意欠陥多動症、自閉症という課題を抱えている子どもたちのことですが、これらは実は脳の機能障害であって、生まれつきの特性とも言えます。ですからお母さんの育て方や環境のせいでそうなったのではありません。もともと持っている特性は、早い時期から支援することで良い方向に伸ばすこともできます。辛い状況のままで放っておくと、よりひどくなることも起こってきます。お母さんがまずこのことを認め、この子は辛いんだと分かってあげると、それだけで子どもにとっては生きる力となります。私たちの事業が将来ある子どもたちの大切な人生の基礎、土台作りのこの時期に関わり、やがて大きくなった時に胸を張って自分の人生を自分で生きることのできる助けになると信じています。そして少しでも生きやすくなるためのお手伝いができたらと願っております。スマイル保育園に預けられている子どもたち一人一人は神様の大切な魂です。園長として、また子ども伝道子ども牧会に携わる牧師として、何かできることはないか、何かしたいとの願いが起こり、祈り、考え、学び、分かち合い、そしてついに保育園に併設する形で療育施設、児童発達支援事業という専門的に取り組む施設を作りたいという願いに至りました。神様が祈りに応えてくださり、隣のお家をお借りすることができ、今改築に至ろうとしております。私自身は35年前に淀川キリスト教病院でホスピスの初期のメンバーでしたが、終末期医療、いわゆるターミナルケアに携わった時に初めて耳にした言葉、クオリティオブライフ、日本語にしますと命の質、その言葉がもう一度私の耳に響いてきました。同時に、いと小さきこの一人にするは我にするなりとおっしゃったイエス様の声が聞こえました。
神様が愛してやまないこの小さな子供たちが、この世で胸を張って自分のことを受け入れ大好きになって、神の子として神に愛され、人に愛され、自分を愛するものになっていってほしいと思います。つきましては、改築費用、設備費用、初期運営費など1500万の必要がありますが、努力を惜しまず立ち上げていく所存です。どうぞ全国の皆様のお祈りとご協力をよろしくお願い申し上げます。皆様がお招きくだされば、私は日本全国どこへでも喜んで出かけていき、このことを分かち合いたいと願っております。そしていろんな集会の後にでも、この事業についてお話をさせていただければ嬉しいです。個人的にこういうことで困っておられるご家庭があれば、ご相談にも乗らせていただきたいと思います。以上、奈良県から宮谷雅子がレポートいたしました。